はい、どうもこんにちは、めぐです。本日は寝室にあるウォークインクローゼットの中の見直しをしていきたいと思います。衣替えをする前に一度見直しをしておくとスムーズに衣替えができるのかなと思います。それでは早速スタート。今回は主人のものは見直しをせず、私の衣類だけ見直しをしていきたいと思います。旦那さんのものをね、勝手に捨てちゃうと、嫌な気分にさせてしまうので、旦那さんにやってもらいたいと思います。ベルト収納にはこちらのマワハンガーのものを使っています。似たような、ね、ものが100均にも売ってあったと思います。セリアだったかな。今は100均にもね、こういうベルトをかけるものたくさん売られていますよね。こう見てもらうとわかるんですけれど、私白系のね、服ばっかり買ってしまうんですよね。それに気づいて、なるべく似たようなもの、白系のものを買わないようにしようと思っていたんですけれども、結局選ぶのは白系の服を選んできてしまうので、もういっそのことね、自分があんまり着たがらないような色の服は買わないとこうって思いました。今日は何枚か衣類を手放していくんですけれども、どういった風に手放していくのかっていうのをお話ししていきたいと思います。あ、これはね、最近買ったやつですね。めっちゃ安いです。どこのだったかな、アースミュージックエコロジーってやつですね。イオンとかにね、入ってるお店で2000円ぐらいだったんですけど、可愛かったんで色違いで買いました。服はなるべく同じ色で揃えてかけるようにしています。この服は GU のセールで確か500円ぐらいで買ったんですけれども、全然ね、着てないです。なんか太って見えるっていうのと、あとやっぱこういう色私似合わないんですよね。結構老けて見えちゃうので、もうこれは手放します。こちらは娘がよく買うようなお店で買ったロゴが入ったトレーナーですね。丈がね、微妙すぎてあんまり使えないんですよね。でもやっぱトレーナーって着やすいからね、よく部屋着として着ちゃってるんですよね。これはもう部屋着として一回に持っていきます。これはザラで買ったニットですね。なんか生地がね、すごいよくって、可愛い色だし気に入ってるんですけど、やっぱり2年ぐらい着てないからね、いい加減手放そうかなと思います。このニットはね、めっちゃ気に入ってたんですけど、こんな感じで破れちゃってますね。あと気に入りすぎて結構毛玉もできてるので、もう処分します。こちらのね、アウターは安かったから買ったんですけれども、やっぱりこの色あんまり着ないんですよね。で、今年もね、着なかったので手放したいと思います。もう安いからでも本当買っちゃダメですね。これもブラウン系のアウターですね。今季買って、まあ、形が気に入ってるので、これは残しておきます。これはヘンリーさんにいただいたアウターですね。これめっちゃ使いやすかった。色もね、すごい使いやすい。やっぱこういう系の色好きなんですよね。これも残しておきます。次はこのデッドスペース奥の部分ですね。ここには主に冠婚葬祭のものを入れてます。こちらは日向ライフさんで買ったカンフルツリーハンキングクローゼットというものになります。もうね、お気に入りのオイルを垂らして使うものです。メンソールやユーカリのような爽快感あふれる香りのオイルをつけて虫を寄せつけない効果があるものですね。デザインもおしゃれで気に入っています。繰り返し使えるのもエコでいいかなと思っています。で、スーツとかはこういった袋に入れています。これは3コインズで買ったやつかな。だいたい100均とか無印とか IKEA で買っています。次はボトムス類を見直していきます。ボトムス用のハンガーもマワハンガーのものを使っています。挟むタイプではなくて、かけるだけなのでとても使いやすいです。で、こう2段にしているブランコハンガーっていうんですけど、これは楽天で買ったものになります。詳細は過去動画だったりとか、あと楽天ルームにも載せてるので、よかったら見てみてください。
ボトムスはトップスとは違いオールシーズンのものをかけています。ここにあるものが全部ですね。だいたい使うものが定番化して使ってないものが半分以上なような気がします。見直していきます。これはね履きやすいんですけれどね、お出かけの時には使わないから結構家着になっちゃってますね。理想はすべてお出かけに着ていきたくなるような服、全部がスタメンっていうのが本当に理想です。なかなか理想にはほど遠いです。こちらはザラで購入したハイウエストパンツですね。気に入りすぎて色違いで購入しました。こちらは IKEA のスクープというケースになっています。使わないときはコンパクトにもできるし、とても使いやすいし人気な商品です。中には敷布団用の厚手のねカバーが入っています。今季使わなかったので見直しています。というかね、あることすら忘れていました。これボックスタイプじゃなくてこうかけるやつなのでね、布団に合わないんですよね。で1個だけ来客用に残して1個処分しようかなとも思ったんですけど、そもそも来客来ないし来客用のカバーもあるしなと思って両方とも手放すことにしました。最近娘が、布団のねボックスカバーを購入して使っていたものを洗っていたタイミングだったので、それをね収納しておきます。こちらに置いてある、ボックスも IKEA のものです。めちゃくちゃ使いやすいです。ここは、夏用の敷布団カバーが入っていますね。これは無印の圧縮袋です。ちょうどしまいたいものがあったのでこれにしまっておこうと思います。もう性格が出てしまっていますね。ぐっちゃぐちゃに入れてます。出したらシワだらけになってそうですね。中に入れたらチャックを半分ぐらい閉めて、こうしながら空気を抜いていくという感じです。簡単に圧縮することができます。隣のボックスの中に入っているものは主にタオルケットが入っています。見直しをして不必要なものはなかったので戻しておきます。で、さらに隣のボックス、この中には布団のシーツが入ってますね。子供用の、布団で使うシーツだったりとか来客用のものが入っています。娘の部屋の布団シーツの予備ですね。圧縮袋を買ってこなきゃですね。で、こちらの上段の角にある IKEA のボックスの中も見直していきます。ここは一時置き場ということで、見直しして悩んだものを入れておくスペースになっています。前回悩んで手放すことができなかったもの、やっぱり使わなかったのでこちら手放していきます。この無印の引き出しの中には主に枕カバーとかクッションカバーが入っています。最近枕カバー買ったりしたのでちょっと見直していきます。見直しして3枚の枕カバー、クッションカバーを手放すことにしました。一通り見直しが終わったので掃除機がけをします。ここも浮いているので掃除機がけがしやすいです。デッドスペースも掃除機の頭が入るようになっているのでかけやすいです。無印の引き出しケースもキャスターをつけているので移動がとても楽です。ほこりがめちゃくちゃあるし、なんかお菓子が出てきましたね。この引き出しケースの中には夏物とかが入っているので、また近々衣替えをして出していきたいと思います。その時もね、また動画にできたらしたいなと思ってます。にしてもね、衣類ってほんと定期的に見直さないとすぐに増えますよね。もう増やしたらそのタイミングでね、古いものを見直したりだとか、買い物に行く前に見直すのがいいのかなと思います。はい、こちらね、今回断捨離するものですごい量ですね。アウター2枚と、あとは枕カバー、クッションカバー、そのようなものか3枚。敷布団の、冬用のカバーか2枚。
で、この辺がニット系ですね。で、ボトムス、スカートとか。で、この辺もトップスですね。でね、これはね、パジャマにしようかなと思います。あんまりね、いらなくなった服とか、着ないような服をパジャマにしようって言って残しておくと、パジャマがね、どんどん増えちゃうっていうこともあるので、あんまそういうことしないようにしようと思ってるんですけど、お掃除用のね、汚れていい服が欲しかったので、このね、トレーナーと、レギンスは、お掃除用のね、パジャマというか、家着ですね。家着にします。家着もね、枚数決めとくといいですね。このボトムスはね、ほとんど着てないというか、ほぼ新しいやつなんで、一回娘に使うかどうか聞いて試着させて、必要だったら残しておきます。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。